ディアボーン軍はアメリカ合衆国インディアナ州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は5万47人であり、2000年の4万6109人から8.5%増加した。軍庁所在地はローレンスバーグ市であり、同軍で法人化された町としては人口最大である。ディアボーン軍はオハイオ州とケンタッキー州にまたがるシンシナティ、 北、ケンタッキー大都市圏に属している。ディアボーン軍は1803年に設立された。軍名はヘンリー・ディアボーンにちなんで名付けられた。ディアボーンはアメリカ独立戦争と米英戦争の軍人であり、民主共和党員、一社だった。軍名が付けられた時はアメリカが州国陸軍長官だった。軍の初期の成長は主要な鉄道が通る地域のうちの二つを結ぶ。 重要な中継点となったローレンスバーグ周辺を中心とした。ディアボーン軍の設立時は現在のオハイオ軍の領域を含んでいた。軍成立後にローレンスバーグが軍庁所在地に指定された。しかし、その初めからその指定をめぐってローレンスバーグとライジングさんの二つの町の間に論争があった。1844年3月1日、インディアナ州議会が ローリークリークから南の地域を分離して新しく、オハイオ軍を創設し、ライジングさんを新軍の軍長所在地に指定して、論争は解決された。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は307.42平方マイルであり、このうち陸地305.03平方マイル、水域は2.38平方マイルで、水域率は0.77%である。 南東側軍境の一部は、オハイオ側になっている。近年、軍庁所在地であるローレンスバーグ氏の平均気温は1月の、下市21度から7月の下市86度まで変化している。過去最低気温は1977年1月に、記録された下市25度であり、過去最高気温は1988年7月に、記録された下市107度である。 月間降水量は9月の2.94インチから5月の5.53インチまで変化している。軍政府は憲法による生態であり、インディアナ州憲法とインディアナ州法典によって、特別の権力を認められている。オハイオ川沿いのローレンスバーグ市、左下は、タナーズ、クリーク石炭焚き火力発電所軍政委員会は、軍政府の立法府であり、軍の歳出や歳入を管理している。 委員は、軍内の選挙区から選出され、任期は4年間である。給与、年間予算、特別支出を設定する責任がある。軍レベルで、所得税や資産税、消費税、サービス税を課する限定付き権限があるが、所得税と資産税は、州の承認を要する。行政委員会は、軍政府の行政府である。委員は、軍全体を選挙区に選出され、 任期は4年間で2年ごとに半数が改選される。委員の一人、通常は最も経験のある者が議長になる。行政委員会は、軍政委員会が決めた法を実行し、税金を集め、軍政府の日々の機能を管理する責任がある。軍の裁判所は、オハイオ軍と共有する一つの巡回裁判所と、二つの上級裁判所よりなっている。 判事は6年間人気で選出される。ローレンスバーグ氏とオーロラ氏にも司裁判所がある。その判事は4年間人気である。上記以外に保安官、検視官、監査官、財務官、統機官、測量士及び巡回裁判所事務官が選挙で選ばれている。任期は4年間であり、軍政府の異なる部門を監督している。 軍政府に選ばれる役人は、支持政党を公にすることが求めら、また、軍の住人でなければならない。ディアボーン軍は、アメリカ合衆国会議員インディアナ州第6及び第9選挙区に属している。インディアナ州議会上院では、第43選挙区に属しており、会員では、第55及び第68選挙区に属している。以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データであるディアボーン軍は下記14の軍区に分割されている。ありがとうございます。